とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここのクエスト、出てます。行ってみましょう。デイリーチャレンジ3のレッドストーン鉱山。報酬がアーティファクトとなってます。ここのアーティファクトはこれですよ。花火。これの256が出る可能性があります。取りに行きましょう。で、なんだっけ、炎症のトーテムか。あれがね、消えちゃったんだよな。またハテナになってます。これは出なくていい。とにかく花火ですね。狙っていきましょう。それでは、行きますね。近接モブの 50% がスケルトン。まあまあ、遠距離の敵ばっかりってことね。で、リサイクル持ってて、マルチショットを敵が持ってる。まあまあまあ。いいんじゃないですか。で、今回が、これでいきます。冬の指先に、雷の矢筒。で、キノコも入れて、近接でも戦えるような形をとってます。うん。まあ、矢はね、雷の矢筒1個で大丈夫じゃないですか？多分。2つあれば、まあまあ、矢はね、絶対、なくならない感じになるんだけども、まあ、今回、リサイクルもついてるんで、間に合うと思う。うん。なんで、このまま、行きましょう。やっぱね、強いんだよね、この雷の矢筒とかは。強いんだけども、ボスとか、強敵にはね、あまり通用しづらいっていうので、近接装備も、入れていきたいんだよね。なので、今回は、ちょっと、近接も一緒に使う感じで、行ってみましょう。どうなるかね。うん。お、キャプテン発見。どこだ。お、2体いるんかい。2体いますね。はいはい。こういう風にね、キャプテンとかと戦うときは、近接の方が全然ダメージ与えれるもんね。はい、しょけい。まず、脅威で、2つですね。この辺にはいませんね。では、先に進みましょうか。神秘もね、早めに出てきてくれれば面白いんですけども、どうだろう。やっぱり敵が多いところでは、雷の矢筒が強い強い。敵なしだね、もう本当に。敵が多いっていう条件さえ揃えば。まあまあまあ、敵は大体多いからね。そういうところでは本当に強い。よし。なんかレッドストーンゴーレムいたな。まあまあいいか。おい！あ、びっくりした。オッケー。こいつは相変わらず近くに寄っとけば攻撃はしないんでしょ？うん、これなら余裕だもんね。いや、しかし、硬いな。脅威2ついてるからか。脅威2ついたとしてもやたら硬いぞ。このままキャプテンいなかったら嫌だな。ちょっと探します。中間地点突っ込みまーす。こういう敵が多いところには気持ちよくいけるね。で、今回が、なんかやたらね、変更とトゲがつく。うん、さっきもトゲで死んじゃったもんね。マルチショットじゃなくてこれトゲが変更点でついてんじゃないかっていうぐらい。やばめだな。オッケー。任せろ、集団戦は。いや、待って。オッケー。で、エンチャンターだけか。あ、あっち側になんかいいのね。まあ、敵は多いところの方が嬉しい。もう一瞬だもん。うん、脅威で、HP が結構上がってたとしても、もう一瞬で倒せるね。いけ。なんだ、なんか、やたら痛かったぞ。まあいいか。もうトロッコで引かれても死ぬレベルだからね。なんかちょっと待て。場所がわかりづらい。よし、ああ、いないな。キャプテンいないな。これもう、ここで打ち止めかもしれませんね、キャプテンが。いないかもしんない。ああ、やっぱりいなかったわ。ボスどうしようか。装備変えたがいいよね。こういう時はやっぱ怒りでしょ。うん、怒り使って、
行きますか。ああ、ぴょんぴょんしてくれよかった。あ、違う違う、これは痛みか。痛みサイクルがついてるやつだから、大丈夫ですね。5発目で、放置しとけば、勝てるね。はい。終わりー。よし。では、まあ問題なくいけたね。神秘がついてないしね。そりゃ問題なくいけるわ。よし、どうだろうか。出てきてくれれば嬉しいんだけども、今持ってる花火が、255か。うん、255。なので、256が欲しいです。はい、よろしくお願いします。花火見てみましょう。どうだ？うーわ、戻ってきました。いやー、まさかまさかの炎症のトーテム。まあまあまあね、消えたからね、とっても良かったんだけども、これ255じゃなくてもいいでしょうこれは、いやー、まあそう簡単にね出るやつではないですね。まあ、なんだ、バックアップを取って、やり返せばいいんでしょうけども、まあ、それもね、あんまりやりたくはないんだよな。はい。ということで、またね、クエストが出てきましたら、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。